このチャンネルではバンライフで日本一周をしながら日本のうまいを世界へ発信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ピーコボチャンネル、さあ始まりました。ピーコボチャンネル、日本一外食グルメビートチューバーうまいもハンターコボです。日本はうまい。大分県にやってきました。こんなところ、前回行った時は四国九州フェリーを使って佐田岬から佐賀の関へ。ただフェリーターミナルよりも奥には来たことなかったんだよね、うん、だから佐賀の関のね本当に奥地に来ます。電波なしなし。今日の動画は佐賀の関で今旬の関サバをハントしに行きます。ウェイ。関アジ、関サバが佐賀の関が誇るブランドで、アジは夏場、サバは冬場なんだよね。前回来た時は関アジ、関サバ現地では食べれなかったから、今日はね、なんか生きたまま丼に乗ってる海鮮丼があるらしい。それを求めてやっていこうと思います。ぜひこの動画最後までお付き合いください。レッツゴー。ピーコは足プルプル。あれが本当はオープニング撮ろうと思ってた海星館、今リニューアル工事で立ち入り禁止になって行けませんでした。なので展望台に来たんですけど、ぜひ近くの方は海星館リニューアルして行ってみてください。わあすごい映えるね、映像、うん、いいじゃんいいじゃん。大分県に今回は40日ぐらい滞在する予定です。で前回来た時の動画は再生リストにまとまってますので、ぜひ見てみてください。前回はね、関アジ、関サバ、まあ、居酒屋さんでコツコツさんという居酒屋さんでいただいたんですが、コツコツさんさんもね、もうプライベートでも 2,3 回行くぐらい、そちらもぜひチェックしてみてください。あったかいわ、今2月上旬なんだけど雪も全然ないし、めちゃくちゃあったかい。九州のシャチハク、やっぱ好きだわ九州の。佐伯、あ、佐伯、はい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 、こっちの方は来たことないね。え、あれじゃない、めちゃくちゃ車止まってない。あー本当だ、わあこれだ、警備員さんがいるわ。警備員さん、あ、前来てって、前来てって、あ、あっちも前やってる。念願の関サバを求めてやってきたのは大分市にある天部の里関サバ関アジ館。目の前には海水浴場という抜群のロケーションのこちらのお店は、1階には直売所もあり、到着時はすでにかなりのにぎわいでした。何組くらい待ってるんですか？今10組。今10組。おーすごい。11時オープンですもんね。10時です。10時。10時オープンなんだ。へ、カボス、カボス、カボス推し、ここカボス推し。大分って感じ。カボスランドグ社とか、ランドグ社会で多分一番うまい。ランドグ社だよ。グ社って。ランドグ社って言ってる。え、ランドグ社って言わなかった？ラングド社でしょ。ラングド社で、ランドグ社って言ってなかった。本当？ランドグ社って言い間違えちゃったの。あ、それかまいたちだよね。私じゃないよ。ランドグ社会で多分一番うまい。ラングド社だよ、はい、おー、やったー。関アジ、関サバ特約店。お願いします。海鮮丼ってのは何が載ってるんですか？海鮮丼がですね、お味とブリ、タイ、生卵、生卵ですね。あ、サバは載ってないんですか？そうですね、載ってないです。あ、そうなんですね。関アジ、関サバとなるとこちら。あ、そうなんですね。ちょっと考えてもいいですか？そしたらすいません。海鮮丼一つと食べ比べセット一つ、はいはい、ドリンクバー、ドリンクバーサービスになります。サービスなんですか？すごい、なんでサービスなんですか？コロナの関係でね、まあ、前からお茶とかは出したんですけど、はい、
かね。すごい。あとじゃあノンアルとハイボールだけ一つ。はい。お願いします。はい。まずは器に収まっていないド迫力のこちらは席の海鮮丼。お目当ての席サバこそ含まれていないものの、席ぶりやイサキ、タイなど佐賀の席で取れた地魚が全7種類乗った丼。これはテンションぶち上がります。大分県もキャビキャビ、ノンアルのハイボール初めてね。ん、ワロないんだね。ワロない。これで1200円なんてめっちゃ安いね。大盛りで1200円しちゃいました。いただきます。動いてはいなかったね。動いてはいなかったね。動いてる映像あったんだけどね。なんかね、あ、九州醤油だ。甘い、ね、もちろん関ぶりから行くよ。そんなでかい。ブリ一切れをちょっとずつ食べながら丼一杯結構本気歯応えと噛んだ時の肉汁もすごいわ。うまっ。プラス200円で黒目汁に行こうかな。黒目汁高級食材だからね。幸せ。イサキだってちょっと炙ってあるイサキ。美味しそう、うん、そしてこちらが本日のメイン、関アジ、関サバ、関ブリ食べ比べ御膳。佐賀の関で採れたスター選手たちが3切れずつ乗った、まさに佐賀の関オールスター御膳。果たしてお味のほどは。やっぱ夏場が旬なわけだと少しアジは小ぶりな気するね。うん、もともと小ぶりな魚だけど。弾力がすごい。そして本日のメイン、メイン、メイン、サバです。うまい。サバうまい。アジと全然違うわ。弾力がやっぱすごいしっかりしてる。うーん、油乗ってるのがすぐ分かる。これはうまいわ。やらしてるか、牛乳もいかが。牛乳いただきますわ。うん、でっかいのものだね。うん、牛乳、うん、安定の、うん、安いね。安い、その量で、うん、冗談抜いてもう一杯食べよう。冗談でやってくれ。ブリ甘い気がする。ブリ甘いね。ブリが3切れ、セキブリが3切れ乗ってるから、うん、下手な特上カルビより厚いしでかいぞ。味どう？美味しいけど、なんか別に油の乗りとかあんま感じないかな。ね、食感がコリコリしてて、うん、あのノンアルハイボールめっちゃうまいわ。めちゃくちゃ進む。全然ノンアルビールよりも進む。メインの関サバいっちゃって、すごいから本当に。うん。
身が全然違うわ。全然違うね、舌触りがね。滑らかで脂身、程よい弾力でもちょっとほどける感じ。別に後悔してるわけじゃないけど、せっかくこの店にもし来てくれたらみんなから関サバ午前並ぶことをおすすめ。時期によるよ、時期、うん、今の時期だったら。あ、もちろんそうだね、うん、せっかくだからね。夏場の味も期待大事。鮮度もさ、うまいんだけど、やっぱ関サバ食っちゃったらさ、劣っちゃうんだよ。食べるんだけど、でも安いもん。安い、圧倒的コスパが素晴らしい、うん。北海道で食べたら倍の値段するよ。そういう時すぐ北海道出さないでよ。北海道の海鮮は高いわ。印象悪くなって。早っ。とても満足です。うん、ごちそうさまです。ピーコは Today's City City 甘夏と。うわ、美味しそう。超うまい。うん。今日一のリアクションじゃない。今じゃないよ、コボさん。超うまい。今日の別なんですか。九州にまた来られますか。大分、うん、情報をたくさん持ってますので提供できます。コメントごちそうさまです。ごちそうさまです。毎年来てるね、今結局ね。はい。以前までの動画でね、やっぱ来てたコメントとか参考になってて。あのね、日田焼きそば食べてほしいとか、うん、あとは別府の冷麺がうまいぞとかあるんで、うんうんうん、大分の旅もめちゃくちゃ楽しみです。ぜひこの動画見たそこのあなたはコメントいただければ嬉しいです。関アバ、関サジアバ。もうずっと言ってる。アバサジ、関サバ、そして甘夏ソフトもごちそうさまです。それくれよ。ごちそうさまです。それくれよ。いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。僕たちのオンラインショップや SNS のフォローは概要欄から。前へ向いてゴーマイウェイ。コブでした。日本はうまい。